今回紹介するのは「スター・ウォーズ制作現場日誌」という本です。スター・ウォーズエピソード1から6の舞台裏を満載にしたドキュメンタリー写真集多種多様なキャラクター造形の舞台裏コンセプトアートや小道具巨大な美術セットの360度パノラマショット。 成功なミニチュアセットの制作過程初期の特撮撮影方法から後期のデジタルエフェクトそして撮影秘話や舞台裏を豊富に収録した豪華写真集著者はフォトショップの生みの親であり ILMVFX スーパーバイザーとして VFX 界の頂点に立つジョン・ノールルーカスの片腕として 常に現場を仕切っていた彼にしか撮影できない写真とエピソードを365日の日誌仕立てにした世界最高のプロダクションノートです。原書の発売は EP3 シスの復讐公開直後の2005年10月表紙写真は ダダース・ベーダー撮影セットのパノラマ写真を100点近く収録した CD ロムが付属しましたその後表紙をジャバの宮殿へ向かうドロイドコンビに変えて再発売されたのが2012年10月残念ながらおまけの CD ロムは付属しません初の外伝映画ローグワンの公開を控えたこのタイミングでやっと やっと翻訳版発売です。こちらもおまけの CD r o m は付属しません著者はジョン・ノール新三部作で VFX スーパーバイザーを務めローグワンでは原案と制作総指揮を担当しています SWEP4 から EP6EP1 から EP3 の制作舞台裏を365日分の 日誌に見立ててた編集で紹介しています。見開きで1日分豊富な写真と詳細な解説文によりとても読み応えのある本になっています当たり前ですが「フォースの覚醒以降のディズニー・イン・ SW」については一切記述がありませんそれをもって「星一つみたいな言いがかり評価はやめましょうね」掲載されている写真は実物大セットミニチュアセット ロケ撮影プロップ制作等々削除シーンの貴重な写真もいくつか掲載されています実物大セットについての写真が大半を占めていますプロップ写真目当ての方は注意してくださいただセット写真や図面はジオラマ制作に各種ビークルのコクピット内写真はキットのディテールアップにとても役立ちますアナログ時代の旧三部作と デジタルのの夜明けの新三部作、掲載されている写真を見るとそれぞれの撮影現場制作形態の違いが明確です。例えば「セット撮影」「映る部分は全部作る」「作っていない部分は写せない」という旧三部作「必要最低限だけ作る」「後から足りない部分はデジタルで ミニチュアセットもフルかつような新三部作あのシーンもミニチュアセットだったのという驚きが結構あります新三部作ではビークルのプロップ写真は皆無やっぱり寂しいですねクローントルーパーたちがセット撮影に臨む写真など当然ありません各作品の掲載比率ですがやはり新三部作が多めです EP4 新たなる希望44日分 EP5 帝国の逆襲35日分 EP6 ジェダイの期間33日分 Q3 部作特別編4日分 EP1 ファントムメナス71日分 EP2 クローンの攻撃89日分 EP3 シスの復讐86日分となっています以上 興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。